京国高等学校は、大阪府大阪市天皇塾寺田町一丁目にある、私立高等学校。前身の京国商業学校は、当時の大正ルネッサンスの機運を受け、金崎定造が、主相者となり、瀬川宇三郎、福田和光が参画し、章と大阪にふさわしい商業人の育成を目指して、東京商科大学より、草島宗次郎を招兵し、 1926年に男子校として設立される。初代理事長は草島総二郎。1964年より男女教学となったが、1978年から再び男子校へ移行した。現在は前理事長校長草島はじめの提唱する自分の長所や得意なところで夢や目標を見つけるオンリーワン教育を行っている。公明は 中国の古典に由来する。正式名称は、政治体を用いた、強国であるが、新字体を用いて、広告と表記される場合もある。交渉は論語に記されている。年寒くして叱る後に、小白の絞む後ルルを知るの柏からのヒントを得ている。また効果は、時前マロと小松光介が、作詞作曲を担当している。1926年に、 公主商業学校として設立認可され、教国商業学校として設立された。開設当初は、大阪市小野花区下福島大阪工科学校内に仮校舎を設置した。翌1927年には、大阪市東成区岡の町、元大阪府立農学校敷地跡に移転した。1944年に、戦時臨時措置として、 久保田工業学校へ改組した。工業学校当時は久保田鉄工所が学校経営に参画していた。1945年には建物疎開により校舎が強制撤去されている。終戦後の1946年に京国商業学校に復元したものの久保田鉄工所が学校経営から撤退を余儀なくされたことや、 大阪市から敷地を新生中学校に譲って欲しいという要請が来たことで廃校の危機に立たされた。大阪市からは公立学校への合併を打診されたものの学校復興の道を選択し空襲で焼け野原となっていた現在地を購入して移転している。なお移転前の旧敷地は大阪市立勝山中学校となった。 1948年の学生改革によって、教国商業高等学校に改組され、1963年に、教国高等学校に改称された。中学生時代に区切りをつけ、新しく高校生としての展望や意気込みを身につけ、信頼関係を深め、クラス活動を充実させることを目的として、1年生のみ、行われる2泊3日の宿泊行事、 兵庫県の八伏高原で行われる。集団行動や、効果の練習、野外活動などが実施される。なお、2020年は、新型コロナウイルスの感染症対策、緊急事態宣言の影響で実施されなかった。春季に実施されている。場所は、学年やコースによって異なる。6月中旬頃に行われる。2011年度より、 京セラドーム大阪で行われている。三年生体育祭の男子は上半身裸で行われる。学年演技である、一冊ささで締めくくるのが恒例となっている。10月下旬に開催。ソフトボール、フットサル、ドッジボール、卓球、ソフトバレーの5種目。決勝戦は、翌日に、午後の授業がカットされて行われる。球技大会と立て続けに開催される。 球技大会と文化祭を、教国祭と呼ばれることがある。前夜祭りと本祭の2日間にかけて行われる。また、24時間ランウォークと呼ばれる、チャリティーマラソンも同時に開催され、東日本大震災による、被災地への募金などが行われる。2年生にて実施される、研修旅行と呼ばれている。コースごとに実施日、場所が異なる。アドバンスコースは、 ケアンズ・シドニー、アスリート・アドバンス・コースは、バルセロナ・ハワイ、キャリア・トライ・スタンダード・コースは、グアム、IT ・ビジネスカは、オーストラリアとシンガポールに行く。2月上旬に行われている。長い公演で実施され、距離は、アスリート・アドバンス・コースは1 0トルそれ以外のコースは7トルとなっている。制限時間は50分。3学期の体育の成績に大きく関わってくるため、 参加者や制限時間内に走れきれなかったものには、後日補修がある。他にも希望制で、人数制限があるが、下季休校中に2週間ほどのカナダ短期語学研修、1学期末テスト休暇期間中に、無人島サバイバルキャンプや、学年末テスト休暇期間中に、山形県の座王温泉スキー場でのスキー、スノーボード実習がある。商業検定の取得や、 漢字検定、英語検定などを取得し、大学や専門学校への進学、企業への就職などそれぞれの進路を目指す。14の教室と柔道場を有する新校舎。完成と同時に、現在の校舎を順次改築し、改築期間中は代替教室として新校舎が利用される。2014年1月に校舎が完成し、 平成25年3学期開始と同時に AD、AA、CT コースが新校舎へ教室が移動することになった。現校舎改築完了後のキャンパスの使用用途は発表されていない。ありがとうございます。